わこれ腰、腰に行っちゃうね。腰に来るよ、腰に。いやだ。こっちも頭を腰の方に入っちゃう。そうそう、こっちね。こっちだったら立ってる。とにかく袋の色で、袋の色でこのピンクの袋しか取らないでいただきたいので、他のはまだあの食べられない梨なので、はい、で例えばこの木のこっち側の枝が西玉です。はい、こっちは別のやつ。その木も一本だけ西玉緑の札、はいはいはい、向こう2本は違うの。で そこの木は一本全部そうです、はいはい、であと奥にもう一本若木でちょっと細い木があるの、 あれもそうです、はい、赤い袋だけ取ればいいの。そうですね、袋の色でこの袋の色のものだけ取って、これ取ればいいんですよね。そうで取る時はお尻を上にこうひっくり返すように持ち上げて、うん、引っ張らないで持ち上げて、うん、すいません顔がおつるから大丈夫なんですか。怖い怖い怖い。持ち上げる。これどうやってチェックこれ、うん、でもね、もうどれも大丈夫。ピタスポーンの梨 or pear、i-squeeze lang daw po yung bunga, and then de, wag daw pong ihilahin, ini-squeeze mo siya paikot-paikot, and then pataas mo po siyang bubunutin. Yun po ang sabi nung... すごい! お楽しみください。ありがとうございます。下には引っ張らない。わかりました。あいりちゃん、ちょっと待って。赤い袋は赤いね。白はダメ。こっち赤いよ。すげえ、後半もだ、こばごこまかの。みんな大きい。これ袋破って。触ってみなさい。大きいやつ取った方がいい。ちょっと待って。上。おお、すごいあり。これも大きい。見て。おお。すごい。これは？知ってますか？じゃあここのブドウです、うん、で、あの木のあ、そこにいてくださいね、うん、このここまで、こっから向こうが今日もみ取りに使われているので、うん、ちょうど黒い紐、うん、ひらひらついてる、はい、ここまでのところで取ってください。 OK で、低いんだけど、はい、こう中はちょっと見られるように窓があってほら、うん、はい、開くようになってビニールで、うん、はい、見てもらって、はい、ちょっと色づきの悪いのとかもあるので、うん、選んで、はい、いろいろ選んで、はい、分かりました。向こう側はまた別のブドウなので、あのシャインマスカット終わったんですか先生。シャインマスカットは9月の中旬。ああ、よかった。すごいもん。あ、これの窓のことなの。向こうから始めたのもぎ取りを。あ、だからまだ熟しきってないのもあるんだけど、はいはいはい、探して、これは白い台が。どうやってわかるんですか？いや、取っていいとか。中でも色が、中一個でも白いとかあればどうだろう。早い。でもね、一個とか色がつかないのがあるんですよ。ああ、ほら。一個二個三個ぐらいだったら。中白いでしょ、一個。全体が、うん、そう。あとはいいんだけどね。でね、あとはね、もう一つの目安は、うん、ここ見てもらうと、房がついてる枝が茶色いじゃないですか。これも。
で例えばこれは青いですよね、緑ですよね。あ、はいはい、でこうやって木になってる方が熟してるって言われてる。あ、でもまあ見てもらって、あ、これはいいね、ほら、あれあれ取れたって、ね、やっぱりこの色がついてるので、この辺から上の方茶色いのから、落とさない。これ下置いて大丈夫。これ下置いて大丈夫。大丈夫。これ持って、これ持って。で、ここ切る。はい。共同作業で。下からじゃないか。うん。あ、そうだね。待って待って。映っちゃった。私が映っちゃうよ。オーケー。おー。美味しそう。ね、あ、すごいよ。これぐらいこういう青いのはちょっと酸っぱいから、まあでも食べて悪いもんじゃないんですけど、美味しそう。美味しそうだよね。で、ちょっと色見たりしながら、あとついてる枝が茶色い方が熟してる。不自然だから。足が痛いよね。ブルーヒーじゃね。足はでいいんだけど。はいはいはい。緑のこれで。これは大丈夫だよね。うん、大丈夫。これ茶色だから。これでだから茶色になってるんだけど、これでこの窓から見てみる。でも茶色だから、ここじゃないよね。うん。これ以上これ。これ以上。見ればこれ以上これ。じいじ。ねえじい。ハサミだって。あ、クリスミだ。あ、そうそうそう、茶色で。いや、あ、いいよ、アイリー、ありがとう。ロン。思わないから。でも見て、炙り卵チーズだった。ハロー。ご注文ありがとうございました。ハウステナブルのビール1杯。いいね、これ。もう、あんまりスペルのビール。乾杯。美味しい。マグロ。鮭。あ、ホタテ来ました。サーモン。卵。ホタテ。いくなんだ。ね。で、ね、高いやつない。でも110円だった。ね、高いよね。110円。コーン。これ何？コーン。コーン。ホタテどうしようかな。サーモン。親子大好き。それね。それ何？あのサーモン軍艦。うま。サーモン会社の子。サーモン軍艦。このビニールなの？これは2杯目です。2杯目です。お久しぶりにビール2杯飲んで。で、三浦さんは私の飲み友達。はい、そうです。ハッピーバースデーだから。あ、そうだね。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。ハッピーバースデートゥーユー。はい、ありがとう。ありがとうございます。何歳ですか？65歳です。成人になりました。俺が10時になればエルビーババで。やだ。ババになりたくないよ。こんなに食べましたよ。
一人10枚も食ったんだ。でも100枚あるでしょ。普通の男は一人10枚、大体12、3枚少なくてね。Ang lalaki po ng napitas naming pear at kung bibili niyo po sa supermarket to ay napakamahal dahil po grabe po sa laki niya talaga at sulit na sulit po ang presyo niya, matamis siya at nag-enjoy naman po ako, nag-enjoy lang, hindi lang ako, kaming lahat nag-enjoy po. Thank you po, thank you for watching po, see you on next vlog, bye bye!